はい、おはようございます。日曜日の平磯水利公園やってきました。お天気はかなり良くなってきましたね。朝方寒かったんですけれども、今現在は暖かくなってます。今日は人気のあの魚の釣果が出たということです。ちょっと見ていきますよ。平磯で 35.5 肉厚のカレーが釣れました。やりました。マイナメモ30センチ近い大きいですね。